ここで地震に関する情報が入りました。気象庁によりますと、先ほど12時46分ごろ、茨城県北部で震度3の地震を観測しました。震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。先ほど茨城県北部で震度3の地震を観測しましたが、この地震による津波の心配はありません。それでは参りましょう、はい、参りましょう。クイズ和田オネア、見事正解されると1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。今日は超サービス問題です。来週15日のこの番組いい加減に1000回には、はい、博学やうんちくで知られるあの方がゲストに来てくれます。あ、そうですね、はい、ズバリ誰でしょうか、うん、1番クリームシチュー上田さん、はい、2番林修さん、はい、3番なぎら健一さん、はい、4番山田五郎さん、はい、4択です。そうですね、はい、はい、これは当てていただきたいですね。1万円のチャンスです。まず電話を入れてください、はい、もしもし、はい、はい、星野です。あ、和田と申しますが、名前ラジオネームアルポチノさんですよね。はい、ありがとうございます。アルポチノさんこと星野さん、はい、もう言っちゃいましたね。言っちゃいましたね。すみません、はい、ありがとうございます。なんかいつもは業務中も社内でお聞きになって、今日は内勤だから絶対電話出るんでって書いてありました、メールに。あー、さあ、大丈夫ですね、はい、今の問題の答えは何番、4番。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。1万円です。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、いたらしくなるポチノさん、すごくこれに出たかったみたいですね、このメール見ると。そうなんです、毎週聞いてて、はい、運転中だったんで、はい、できなくて、うん、で今日は内勤なんで、じゃあ事務所でも準備万端で待ってたんですね。もう待ってましたね。ラジコで聞いてないのですぐにクイズに答えられました。最高ですね。ラジコじゃないってアピールもあるんですね。そう、いやでも当たってよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、有効に使ってください。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。さんもお体を大事に。ありがとうございます。はい、嬉しいです。ありがとうございます。はい、毎週聞きますので。はい、よろしくお願いします。1万円お送りします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、正解は4番。来週のゲストは山田五郎さんでした。はい、以上クイズ和田オネアでした。はい。